はい、クラチャンネルです。今日は八坂ダム、いや今日も八坂ダム、とうとう12月に入りました。水温もだいぶ下がって減水傾向ですが、釣れるのでしょうか。スタート。湖面に降りてすでにもう十何分経ってますけど、セッティングだけでも大変なんですよ。今日もとりあえず感覚の勉強をしたいと思います。でもって結構厳しいっていう状況ではあるようです。あれ、てっぺいやない。かましたろ、ちょっと。ああ。50アップ何本取った？1本だけ。あ、1本。ほんまに取ってきた？ほんまに取った？すごいですけど。50アップの2本。ああ。すごい。釣れんのんじゃ。ビットがあんまおらんすね。そうなの。グローブもせずに俺頑張りようと思うような感覚を研ぎ澄ますためにもうキンキンじゃもん今。まあ研ぎ澄まして切るわ。来年のためにバカみたいに。まあ頑張って。大きいの取ったら連絡するわ。日向はあったけ。寸断ができてる。でもシェイクしても来ないな。眠たくなるね。魚いないのかな。本当少なくなったのかな。なんかエリアが違うんだろうな。あ、当たった。あ、乗らんかった。首が止まらん。お、お、お、ナイスフィッシュ。ナイスフィッシュ。おって。寝とったら今。今当たりが当たりましたよ。いいですよ。なんで？飲んでる？ナイスフィッシュ。ああ、ギリ飲んでないっちゃ飲んでないね。飲んでないね。ギリ飲んでないね。よいしょ。ナイスフィッシュ。釣れない。久々。出ないのにバス臭いのが一番腹立つ。カットテール、カットテール 3.5 インチ。感覚を研ぎ澄ましてんだけどな。お、昼になっちゃった。ラーメン食うか。釣って食いたかったな。今日は
戦場ラーメン大会です。今日のラーメンはカップヌードル濃厚豚骨つ具がいっぱい入ってます。はい、セブンさん中華そば、スープが決めてって書いてある。飲まないけん。飲み干さないけん。熱い。濃厚豚骨。いや、うまいこれ。これ美味しいわ。うん。うまかった。さあ、行くぞ。黙ってるよ。こっち。黙ってないけど。ついてんの？ついてますよ。パスかどうかは知らんけど。いやー、止まないで。やっぱここでも持ち替えんと絶対に。あれできんのんじゃけど、あのパワーが負けるんだけど、そんな悪くないんだけど、よくはないけど。うん、そこそこのが来た。そこそこのが、大輔さんの服ゲームが狭すぎて、あと取るのがめんどくさいって言った。ありがとう。